い、どうも皆さんこんにちは。ということで本日はついに来たね、来ましたね、住之江 SG グランプリ賞金王決定戦の初日でございます。ということでいつもであれば全レース分回し動画っていうところなんですけども、今回は現地にいるということは全レース分回し取りません。まあ、楽しみにしてくださっている人もいるとは思うんですけども、今回はせっかく賞金王ということで新しい企画に挑戦したいと思います。その名も SG 施設館プラスになった額全額優勝戦にぶち込み。まあ、今までであれば SG は僕一節間予想配信に張り付いていたじゃないですか。はい、ただ今回はそれをそのまま撮影でやります。1日目から最終日まで勝負レースをしっかり選定してガチンコで勝負していく。そしてもし節間プラスになった場合はそのプラスになった額を全額です、優勝戦に勝ち込みます。つまり節間100万プラスになったら100万ぶち込みます。ただ節間マイナス収支だった場合、年末の大一番賞金王決定戦にかけることができません。やばくない？やばいっすね。ちなみになんですけど、住之江の成績っていうのはどうなんですか？気づいちゃった。そうですね、やっぱり気になるとこじゃないですか。そうだね、住之江は俺は24条の中で一番苦手な競艇場です。過去、まあ、僕がボートレース予想家始めてから住之江で賞金をやったのが、まあ、3回か4回ぐらいあったと思うんですけども、1回もプラス優勝になったことないです。まずいじゃないですか。やばいじゃん、はい、なんでダメだったかっていうと、やっぱ変にやっぱいつも通り大穴狙いすぎてっていうところはあったと思うんですよ。で今回は安いところでも絞って回収率を叩きに行くっていう勝負を視野に入れてるんで、まあ、安いっつってもちゃんとおつめおみがあって中穴のところ、まあ、今日は初日、一番大事な初日ですので絶対初日から結果を残せるように頑張りたいと思います。まだ時間ゆとりあるんで1レースまで1時間ぐらいあるね。まずはちょっとキャリーバッグ預けて6日間分の荷造りしてきてるからさ。めちゃくちゃ多いっすね。はい、機種はあの編集しないといけないんで3日間だけ付き添ってもらって、4日目からはラテツさんに引き継ぎという感じで。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、最悪なんだけどロッカーが開いてなくてキャリーバッグ預けられなくて、今も駅までフルダッシュで戻って、せっかく1レースの展示移そうと思ったのに間に合わなかったんですよ。ただ今発売中でこの1レースから一応オッズ次第では勝負候補なんで、晴れると思ったら勝負いきます。はい、現在1レースの締め切り8分前ですね。まあもう少しオッズは見るんですけども、8分前の時点でもう絶対に勝負した方がいいオッズになってるんで、1レース目から早速入りたいと思います。今回軍資金なんですけども縛りはないです。まあ縛りはないっていうとなんか苦し紛れの10万勝負とかが繰り出してくんじゃねえかお前って思う人いると思うんですけども、それは絶対にしないんで、だいたい2万付近ぐらいで行って、ちょっと勝負度高いなっつったら3万付近ぐらいで行くっていう感じで勝負しようと思ってるんで、だいたいこのレートは変える気はないです。分回しの時と同じぐらいのレートってことですか？そうだね。でこのレース先に狙い目伝えておくと、6号艇の中田龍太選手なんですよ。ボートフロンティアのデータこれ見てほしいんですけども、直近1年間の6コース3着内率が約 60% あるんですよ。だ10回に6回は6コースから絡んでいるっていうコース巧者なのと、 G1SG に限定した直近1年間の6コースの3着内率も13走して 50% を超えているんですよ。なので G1SG でも2回に1回は来てる。でこのレースは特別注目できるモーターが不在で、3、4、5に関してはモーター僕悪いと思ってるし、2号艇の石渡選手は直近転覆してるモーターなんですよ。なので6コースからでも全然僕2着まであると思ってるんで狙いたいと思います。で上条選手は、この中に入ればモーターは注目、前回向井選手が優勝してるモーターなんで、先前すれば地元ですし逃げれると思うんで、イン逃げから6の2、3着ここで勝負していきたいと思います。はい、今節の運を占うという意味を兼ねて、まずは2万円勝負でいきたいと思います。頼むぞ、この一発目大事だぞ。1、2、4、6と16の資金配分。住之江って2マークがすごい特殊なんですよ。4コースか6コースから左打ちさしてきた選手が先前した時に差し替えされづらいんですよ、2マークで。なので全然チャンスあるんですよ、6コースも。今回はちょっとこういう買い方もしていくわ。わかりました、うん、真骨頂を見せます。俺の一節間の全てをこの動画に見せます。はい。
さあまずは6コースの鬼中田龍太パイセンの最内差しから2、3着で決まりだ。中田スタートは完璧だね。上条は先前するわ。寺翔がいや中田龍太がそのドカ遅れで大丈夫か。前白ねえか。やり合っていや待てリーチなっとるわ。いや上条しのいだけどいやマジ入んのこれ。石渡哲平が刺したわ。うわめっちゃ荒れた。オープニングからド荒れだよ。刺し水面か。でもねさすがにターン外しすぎたな。今のは風は吹いてないんですよ。はいまず一発目は外れ。ちょっとあっち戻ろうか。はいじゃあ今締め切り前ですね。2レースのここは見送ります。3レース進入から動きあるんでまた3レースの展示から移していきます。はい、さあここは松井選手と赤岩選手がどれだけゴリのゴリのゴリで来るかだね。ですね。4バナナ正常と。さあどうする来るね。ボールスローじゃないこれ。うわゴリゴリ来た松井しげる。いやこれはえぐい。ただ僕動画で何回も伝えてると思うんですけど赤岩選手って展示ゴリゴリの本番緩め落としがあるんで意外と156234から3コースの赤岩選手の起こしが120とかに収まる可能性も一応想定した方がいいわ。はいじゃあこんにちは。進入展示通りなんだけどさっき伝えた通り赤岩選手あるある緩めに落として赤岩選手の起こし140ぐらいになると思ってますってなった場合2のまくりが売れてるんだけども止まると思って先に攻める赤岩選手から6、2、3、5、前均等がいい。あとは誰も攻めれなかった時はこの中で唯一モーターを少しだけ強化している5コースになる3号艇の山本選手まくり差しから3145と356の1これでいきます。はいごめんちょっと始まっちゃったけど。赤岩選手絶対落とすから5に行かせれば。さあメンバーで揃ってまいりまして第3レースさあここ注目赤岩だけほら横に流してるやろ。いや回してまいりましたがその懐いやー意外と早く向けたか。多分4がちょっとやっぱ抵抗する姿勢見せたから焦って向けたか。いつものあるある150起こしやんなかったか。いやでも2号艇のモーター俺全く評価しねえからさ伸びるはしないと思うんだよな。いやー100ぐらいかこれはまくっちゃうかさすがにか。いや止まるね。いや行くか止めろ新海。いやまくり出し行っちゃうか2か止めて1111新海いやー佐野子だ。いやー無理か34か。345かまた77倍のいいオッズだ。いやー2が抵抗されての34ってとこだったか。ひねりすぎたわ狙いすぎた。しゃあないちょっとまた一回リセットするわ。はいじゃあ今4レースの締め切り前なんですけども次の4レースは見送りで5と6ここも勝負度低いんで見送ります。次の候補7レースなので7レースからということで本日初めてのご飯
なんか住之江のさ、こんな食堂なかったんだよ、今まで。新しい食堂だと思う、これ。うん、まあ、協定上の外れないご飯って感じや。やっぱ協定上のご飯でうなることってないじゃん。ただまあ一つだけ、まあ、平和島のもつ煮だけはうなるけど、あとは外れない美味しさ、それだけ。うん、しごろは見送って正解だったね。そうですね、はい。ということで狙う理由なんですけども、ゴートフロンティアのデータ見てほしいんですけども、1号艇のウリュウ選手、直近1年間の印象率 64% 低い。ウリュウ選手って負けパターンに特徴があるんですけど、1マークで結構ターンを外すことが多いんですよ。なのでまくられ負けよりも刺され負けの方が圧倒的に多い選手で、やっぱ隅の絵まくり決まりづらいということを考えても、ここはウリュウ選手が刺される展開を狙おうと思ってます。で、この番組だと2の刺しも3のまくり刺しも4の刺しも5のまくり刺しも可能性があると思ってるんですよ。ウリュウ選手は多分負けられなければ 2,3 着ぐらい残すんで、相手軸では行こうと思ってるんで、中穴を絞る勝負になると思います。はい、ちょっとまた購入したら発表していきます。はい、じゃあ購入しました。さっき伝えた通り、ウリュウ選手がターンを外して刺される展開、逆転候補筆頭は2コースの中田選手と3コースの新海選手。特に3号艇の新海選手、直近1年間の3コース勝率 46%、 G1、SG に限定した3コース勝率11走して 45%、 とにかくまくり差し、今だったら本当現役トップクラスにうまいと思ってるんで、まずは3-1を大本線に、であとは2-1流し資金配分、ここは前半の船足が一番良かった吉川選手に一番集めに行ってます。これ絞ったんで、まあ回収率はしっかり叩けるんで、これでいきたいと思います。お願いします。新海選手陰線落としちゃったからさ、もう一着狙いに来ると思うよ。ここまくり差し一本狙い、入るなら3-1ごろ、流れたら2-1、頼む見たぞろい、ビタッ、よし、いいぞ、いいよ、めちゃくちゃいい。いやー、ただスリッターしたらんか、負けだし負けだし、いやー、流れた1-4だ。いや、関が来た、関だ、やばい、関が来た。1-6になるか、いやでも先回したらこれ隅の絵だったら1-6だ。忘れた頃の関色やか。たださ、1-6-4でもさ50倍ぐらいしかないのよ。ちょっと俺はこれは手が出んわ。あと新海選手ちょっとやっぱスリット後若干劣勢だったな、うな足良くないかも。いやー、噛み合わんね。ただ、さすがだわ、関色や、うますぎるわ。はい、ちょっと今のレースさ、はい、振り返るんだけど、2マークの手前でさ、一周2マーク、こう、1が逃げて、4と6が競り合ってるっていう展開で、4の方がやっぱ一定身ぐらい前にいるから、一応先前狙う選手がやっぱ隅の絵って、コース形態上、圧倒的に有利なんですよ。普通の上だったら絶対にこれ差し返して1-6になる展開なんだけども、やっぱりね、インディーから6絡みっていうのは俺絶対盲点になると思うから、分かってても今回は変えなかったんだけども、1-6満州っていうのは絶対節感に出るはずなんよ。だからそこをちょっと仕留めたい。え、じゃあ先前が有利ってことはやっぱ外枠有利っていうことなんですか。3が例えば握ったりとかするじゃないですか、うん、そしたら内に入ってくるのって日頃じゃないですか。そうってことは2マークで有利になってくるのは日頃の出しってこと。そうなんですよ。特に4と6、4が2番出しで6が3番出しじゃん、はい、だから4と6が有利になる。でこれ俺3年前ぐらいに俺動画でこれ出したことあるんよ、その隅の絵の解説動画みたいな。当時からチャンネル登録してくれてる人は分かると思うんだけど、その時もやっぱり伝えてるんよ、4と6が絡みやすい。で俺その次の SG でね、4と6を必ず軸にして1節間勝負しますって勝負したことがあったんだ。はいはい、でその節だけ俺プラスになってるんだ。え、
ちょっと今回はその軸固定にはしないけども、やっぱ4と6を重視してちょっと過去を思い出していくわっていう感じで、まあちょっとまだ10レースまで時間あるんで待機して、今の言葉を胸に刻んで勝負していきます。はい、次の勝負候補の10レースの展示あれで確認してるから。寒いからさ外出たくないのよこれはもう枠なり濃厚だと思ってるんで、ただちょっと俺の狙い目のとこがめちゃくちゃ嬉しそうなんよな。いや1号艇のさ吉田拓郎選手のモーター全く評価してないからさ、だからここ勝負候補になってるんですよね。でやっぱ2号艇の島村選手2コース校舎で差しも負けるもいける自在タイプなんですよ。ここを現時点では狙いたいと思ってるんですけど、どれだけオッズがつくかないよな。もう最近の近代ボードレースつかないからオッズが2、1、30倍とかになっちゃうんじゃないどうせでもだったら俺時間まくりに行ってもう思い切ろうかな。もうまくり限界で大穴狙い、当然ここシリーズのドリームみたいな感じになるんで、展示でしっかりスリットの行き足確認してそれで決めるわ。ちょっとそこで行き足確認してくるわ。了解です。はい、はい、じゃあ購入しました。さっきも伝えたように吉田拓郎選手のモーターを全く強化してないので、ここはイン逃げを嫌いました。逆転候補筆頭は2号艇島村選手の自在戦。ポートフロンティアの直近1年間のデータを見ると2コース勝率が 25% あるんですけども、差し4本、まくりが6本。とにかく島村選手の直まくりで僕何回も穴取らせてもらってるんで、スリット除けばまくりいく、ただ吉田選手がスタート決めれば刺すということで、自在戦からまずは差し切り2146と246の1。これなんで46にしたかっていうと、さっき伝えた46理論っていうところと、展示をこれ見てほしいんですけども、宮地選手のスリットの下がり方がやばいんですよ。ってなった時に椎名選手はまくり差し楽にいけると思うので、これ6の上位もあると思ったので4と6にしました。3来たら諦めます。であとは直まくり展開、ここは1を沈めて2差しろ差しろ式配分、2が絞っていった場合は3が差しての3246。はい、これでいきたいと思います。まあどこ来てもがっつり回収できるんで、ここもちょっとレート若干上げて勝負しました。トライアルはちょっと勝負するかはまだ展示見ないと分かんないんですけども、まずちょっとここで決めます。はい、そろそろ頼む。分回しなら今んとこ9連続外れだぞ分かんねえけど多分そうストレート30までいったら、ちょっと緊張感出てくんなで40超え出したら、あーこれやべえかもしれん俺この6日間のダイジェストショートとか作りたくないっすよ。いや絶対出すよ、節間ストレート負けでも出すから、この動画はいやもうイン逃げいらんぞマジで。頼む島村、各社遅れてもいいぞ島村スタート。いやダメだ、4が絞る展開だ。喧嘩してじゃあマジかよ、無理取れ、噛み合わねえなマジで。いやー2と3がスタート遅れすぎだよ、取れるわけない。いやなんかスタートが今日全然読み通りにいかんな。このままトライアルの展示見ようか。わかりました。まずは一番注目してる17号機の5号艇がどんだけ伸びるか。いやバランス取ってるね明らかに。全然ブス島選手に対して覗いていく感じがないで、この17号機僕コラムで伸び足懲罰級で推奨してるモーターなんですよ。伸び型の選手が引いた場合狙おうと思ってたんですよ。ただ中島選手ってターン周りめちゃくちゃ意識する選手なんですよ。あ、そうなんですか。今の展示見ても伸びてないじゃんってなったら、もともと出足はないので子が絞る展開はない。ブス島選手が止めて2番出しからめちゃくちゃ面白くないレースになると思ってるんで、このレースは見送ります。で12レースは、また展示から見ていこう。わかりました。はい、ここ見送ります。いや4位、ブス島が行った。
絞ったわ。41だ、まくり出した。いやー、浜の家完璧な朝、すごい浜の家すげー展開捉えた中島光栄か。ただブス島がうますぎる。うわ、合わせられた。うわー、すごい。中島光栄だ。いや、すごいね。何がすごいって、まず浜の谷選手、あの41体型から一切ターン外さずに先前14体型から中島選手展開取られてきて、薄島選手食らいついて、これをトライアル。問題は次、今のは見送って大正解。さあ頼む、本当に菊池選手マジ動いてくれ。もう80上等ぐらいで来てくれないと。やっぱあなたとしては震えんよね。ただ最近動かねえんだよな、マジで。じゃあ中行こう。はい、今1分前、めちゃくちゃ悩んだんですけども見送りました。まあ理由がやっぱりこの中で当然負けパターンは 3-1 しかないと思ってるんで、絞れるんで行ってもよかったんですけども、やっぱ桐生選手のモーターがこの中に入れば一番評価しているし、直近1年間の印象率も 90% もあるし、さらにトーチの直近5年間の印象率も17走して 100% なんですよ。モーターも印象率も全てが揃ってて風もないってなった時に、 3-1 しごろの30倍台はオッズが釣り合わないということで、まあ入ってももう仕方ないと思って見送って明日以降に託しますわ。大丈夫よ、多分キリュウ先前して逃げるわ。いた揃い。いやー、菊池が絞ってきてる。よかった、入んなくて。菊池選手が絞ったことによってかなり窮屈になっちゃったね、3コースが、はい、で転覆しちゃった。今日はちょっと結果は出なかったけど、入るべきレースでしっかり入ったんで、負けはしたけど気持ちいい感じで上出よう。はい、ということでホテル帰ってきました。初日は無事終了ということで、まあ無事マイナスだったんで無事とは言えないかもしれないけど、まあいつもの分回しやってたらおそらくストレートですはい、そして今回ホテルはちゃんとね集中してこの足とかもチェックできるように、ちょっとデスクもしっかりしたところ取ったんで、今回は俺マジで最終日までお酒も一滴も入れないわ。しっかりと規則正しい生活をし、筋トレもしっかりして、マジで規則正しい生活で結果出しに行きます。やっぱこれ大事だから。じゃあ決心、また明日。わかりました。はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。2日目の朝を迎えたということで、久々の登場なんですけども、 S6TV というボートレスチャンネルやってる S6TV のボスです。はじめまして。はじめましてではないですけど、でもあの時から結構増えてるんで。ああ、そうか、13万人か、はい、すごいな。で、ボスは住の家の近くに住んでるんで、ボスに美味しい飯じゃないですかって聞いたところ、ボスの中ではここにうまいない日本一うまいつけ麺屋ということで堪能していきたいと思います。キッシュも隣にいるんで。キッシュだってめっちゃ好きやもんね。つけ麺大好きです。え、多分自信ある、俺は。了解っす。ちょっと堪能させていただきます。感想聞きたい。俺の舌は間違ってないはずいや、でもボス、いろんなもんだって聞いてるでしょ。体型見たか分かるな確かにスケメンマニアのボスが言うぐらいですから。東京もいっぱい行ったで、有名なとこ。マジっすか、うん、じゃあ間違いないわ、これは。これ麺がすごいわ、なんか初めて見る麺の。いや、スープも濃厚よ。うわ、キシは大盛り、これすごい量ないっすね。めっちゃ多いっすね。よいっす。粉末めっちゃいった方がいい。あ、マジっすか。うん、それ最初にまず、うん、うん、
ね、すげえ、もっとこれ、これ持っといて、え、もっといった方がいいって。で、じゃあ麺の、うん、食い応えがすごいわ。マジか、粉末行ったのうめえわ。せやろ、うんめえ。結構粉末ガンガン入って、粉末いった、結構ガンガン入れた、粉末いったかも。オープンと同時に入ってますけど、もう満席だもん。めっちゃおすすめ。なんだっけ、なんとか境東っていうとこにあるじゃない。到着して今2レースの締め切り10分前、この2レースオッズ次第では入ろうと思っているので、まあ、狙い目なんですけども、2号艇の椎名選手、昨日は6コースから2着、隣の5号艇の宮津選手が全然伸びてなかったので、まあ、そこも恵まれての2着ではあったんですけども、スリットから若干出ていく感じがあったので、伸び足系統はいいと思ってます。椎名選手といえば2コースからでも果敢に直まくりでEを潰しに行くタイプの選手なんで、まあ、岡崎選手を潰してくれれば波乱狙えるかなっていうところで一応候補にはなるんで、オッズが持てば勝負します。で、オッズが持たなかった場合見送って、3レースに関しては前付けがあるんで、その3レースの展示からまた移していきます。見て、235で40倍、234、53倍、ついに椎名選手の直まくり展開も罠で変える時代終わったんだね。すごくない？この売れ方。さすがにこのオッズだったら期待値ないんで3頭に振りたいんだけども、まあ、一応さ、山崎選手の折り点がどの項目もワースティクラスじゃん、はい、で、ここ転覆後1走目だからさ、もう1か8かないよ。モーターは絶対いいんだよ。最悪椎名選手が握んなくても3コースのまくり差しがあるからさ、まだまだですね、はい、ちょっとあと5分ぐらい、あと6分ぐらいだからさ、マークシート最初に塗っといて、で、オッズ見ていけたら購入してこっち戻ってきます。じゃあ、お疲れ。帰るんだ。はい、では購入しました。転覆で人気を落とす山崎軍選手の頭に振りました。で、まず椎名選手がまくりいって3が刺すパターンの3-2-4-5-6、この展開なら1は潰されてるんで切りました。山崎選手まくり差しの実績もあるんで、3コースから単独でまくり差しての3-1-4-5-6、大穴展開なんですけども、1と2が喧嘩した時の3の差しから外枠の4号も差してきての3-4-5流しを資金配分、気持ちを楽にするためにも序盤に当てときたいよね。そうですね、うん、やっぱ冷静に冷静にと言いつつ最後まで当たりがないとやっぱ冷静に慣れてないんですよ。そうだね、だからちょっと流れを引き寄せるためにもここでぶち抜きます、はい、若干向かい風吹いてきたね。旗がポツポツ揺れてきたから、どれだけ足落ちしてるかだけど、エンジンは絶対いいんだよ。天神の行き足も悪くなかった。さあ、まずは椎名、まずは椎名がどうする。いや、岡崎が完璧なスタートだ。いや、壁になっただけよ。1、3か。いや、完璧なトップスタートだったわ、岡崎が。まあまあちょっと切り替えて、次のレース前付け6号艇の白井選手前付け動くんで、次のレースもちょっと見ていこう。まず1号艇宮津選手なんですけども、昨日5号艇から3着、篠崎選手が4角からまくっていってめちゃくちゃ恵まれた体型で1マーク過ぎた後は2着だったんですけども、そこから道中で椎名選手に抜かれて3着、
道中の伸び比べが椎名選手より明らかに劣勢だったんで直線弱いと思ってます。であとは赤岩選手、昨日は3号艇角受けから3着に残しているんですけども、確かに角の井口選手は伸びるんですけども胴体からでも明らかに伸びられてたんで直線系統の足は弱いと思ってるんですよ。なので1と2の足が弱い、前付けもあるってなればやはりダッシュの攻め、センターの攻め狙い目になると思うんですよ。ただ僕は藤原慶志郎選手4角に引いてほしいわ。ちょっと1、2、6、ダッシュ、3、4、5の展開まで決め打ちまで想定してちょっと考えていきます。はい、で船足が一番いいのはもう圧倒的に白井唯一選手なんですよ。なんで1、2、6、ダッシュ、3、4、5の想定で行くなら白井選手が行く展開も想定しないとダメだね。ちょっともう少し考えて購入していきます。はい、じゃあ購入しました。進入2パターン想定、1、2、3、6、ダッシュ、4、5か1、2、6、本番藤原選手が引いて3、4、5で、まず軸にしたの6コースになって進入も展開も向くであろう前田翔太選手、やっぱ住之江の最打ち理論5号艇の前田選手全然売れてないんですよ。ただ明らかに進入も展開も向きそうなんでこれ期待値高いんじゃないかということで3頭の方本戦に、赤岩選手はまくられてから変わり前足が本当に常習犯なんで残す可能性全然あるんでこれあえて均等がいて流しで、あとは1、2、3、6、4、5または3が絞っての4のまくり差しから4が突き抜けた時のこれもう来たら爆裂確定です。特に3頭の方来たらもうお祭り騒ぎでワッとよっしょいって感じになるんでかまします。離れは正常、抵抗する姿勢を見せて本番引いたれ。早めに落としてきたらダメなの、白井エイジが。うわそうそう、森高が抵抗する姿勢見せて3引け3引け、うわさあ、前半戦の競争第3です。ここを横流しした。注目のコース取りですが、もう少し余裕あるお越し欲しかったな。なんなら折り合った宮津選手がかなり楽なお越しでいけるからね。頼む、なんとかしろ。いやでも意外とそこ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 深い、なんとかならんか。なんとか攻めんか。いやー、6が締めるか。いやー、締めねえ。つけない。決まれ決まれ、決めろ。いやー、直線でちぎれ、直線でちぎればワンチャンス、直線でちぎれ。よしよし、マイショーも来てるぞ。いやー無理だ。いやーまだわかんねえ。足はね弱いから宮津選手なんとかなるかもしれん。頼む慶志郎、させ。いやー厳しいか。いやまだわかんない、まだわかんない、足の差がある。ほら全然直線出てないから宮津選手。いやー厳しいか、きついか。いやー付け前決まらんかったか、今ので残っちゃうのか。隅の絵だな。さすがに船足無視で縁逃げは買えねえわ。こんなもんだよ。うわーくっそー。展開捉える上条選手の15246、456の1256で追加購入は45126。残り10秒切っています。いや、いった、これはいった。締めろ。いやー、正直かけ。いや、だったら単独で負けさせないか。いや、絞れねえのやばいわ。無理だ、直前で放ったかの、森谷がめちゃくちゃ伸び返したかな。
ちょっと勝負度落として元氏の付け前だけやっぱめちゃくちゃ落ち着いてるから、そこだけ購入していい？勝負度落として1万6000円勝負。323435追加購入324245。スタート行けなかったら熱いんだけど、いやー頼む、いやー元氏まくり差し行かないでよ、やばい、まくり差した、いや壁になっただけ。隅の絵の6理論きた。うわ、いや参った、安定のいつも通りの隅の絵にボコられてるって感じだね。まあでも熱くなって連続で入ったわけじゃないんですよ。もともと番組見た段階で前半が面白いなって思ってたからさ、だから普通に入ったんだよ。それでこの結果だからさ、ちょっと心がプチッとプチンプリンしてるね。ここ見送りで8レースも見送り、9レースも見送り、次の勝負候補10レースなんで、10レースまで溢れ出る感情を抑えます。わかりました。はい、やっと9レース終わったんで展示から見ていきます。もう狙い目先に行っちゃうんですけど、3号艇の椎名選手のまくり展開ですね。前半の2コース戦も椎名選手のまくりから隣の山崎選手の頭ごで狙いましたけど、岡崎選手の壁になるだけで終わったんですけど、これレース見ると岡崎選手に対してスリットで判定心遅れてる状況から1マークまでに追いついていってるんですよ。でさらにほぼ同体だった隣の山崎群選手を1マークまでに突き放してるんですよ。伸びは上位の下ぐらいはあると思ってるので、ここしかねもう大荒れが見込めない。だったら行くしかないでしょっていうところなんだけども、1号艇の井口選手の船足を、まあ、初日を見る限りはシリーズ組の中では僕一番評価してるんですよ。だから絶対伸び返してくる、1と3喧嘩する、4がずっぽり刺すっていう大穴展開狙ってやろうかなと思ってます。簡単にねまくり切れる展開にはならないと思う、井口選手の足がいいんで。はい、じゃあ購入しました。ここ勝負レースです。はい、椎名選手の攻め展開、ただ井口選手の足を評価しているだけに1マークで張って回って喧嘩しての4号艇の展開捉える辻選手の差し切り、こっちを本線、井口選手が張っていって41で43は1と6に集めに行ってます。これ特大ですね。これでもっと特大なのが1と3がやり合った時の46で、あと3頭はこっちは絞った、34流し資金配分と36の4、はい、これでちょっと大穴狙いでいきたいと思います。よろしくお願いします。もうここしかない、大穴が来るとしたら。これが無理ならもう帰ってもいいレベルだ。それぐらい厳しい睡眠や。いいよ、ゆったり入れて起こし打ちバッチリでいける。遅れんなよ、スタート行こう、全速絞れ絞れ、いやまくり差し落とすか、いやいや井口が先前したか、うますぎるか井口、もう井口の足いいの分かってたからスタートもうちょい行かないと、ま、無理だ、仕事はしたわ。まあしゃあない、もうシーナーは2と3消化したから、もう次の4コースで狙うわ、もう1回そこで取り返すわ、絶対伸びてるから。ねえ、このままトライアル見よう。インディギから片岡選手、これモーターも評価してるし昨日の足も良かったなのに全く売れてない、まあ、これ売れてない理由があってケージタイムが全く出てないっていうところと、山口選手昨日転覆してるんでそもそもインがかなり怪しいと思われてるオッズになってるんですよ。なんで正直賭けなんですよ、もうギャンブル中のギャンブルなんですよ、だって足見てないんで転覆後の。ただ展示のケア悪くなかったし
山口選手、陰線の信頼度、現役トップクラスに高いんで、これで勝負。はい、この中に入れば船橋岡は4と5が1番手で、その次に片岡選手なんですよ。なので4号に1000円だけ厚めに入れてるけど、ほぼ均等買いで爆裂狙いでいった。だから1、4、5の6だと15万回収ぐらいしかならないんだけども、他はがっつり回収できるんで、これでいきたいと思います。お願いします。そろそろ頼む。そろそろプッチンプリンじゃ済まねえわ。パツでまくれる回目ではいってるからさ、ほぼ。ただこっからはパツでもプラス益じゃなくなってくるからね。こっからの勝負は苦しいよ。よし、まくなり。頼むぞ片岡、絶対モーターはいいはずなんだよ。16も満州行ったしね。165だけだよ、90倍なの。エンジンは壊れてるってコメントしてたけどさ、直してよ。直してよ。頼む片岡、3着条件なんだから先前だけを狙っていけ。強ポン。いや止まるね。ちょい絞れ浜根や。いや6倍後ろあるぞ。2が握った。片岡、いや1233にまだ分からん。ちょっと遠いか。いや分かんねえ、23がやるやって。いや分かんないぞ。いや1233にか。片岡分かんない。いやー123はダメ。そうそう、三着条件だから先前だけ狙っていけ。いやー厳しいか、4に伸びられるか。いやー厳しいわ、抜かれた。マジで魔の水面すぎる、難しすぎる。この123はマジで買えねえぞ。フランスレベルで言ったら下位の下位だからな。怪獣に来たよ。マジやべえよ、これ取れねえわ。いや、いや、次なんですけども、幕成だったら帰る。で、土屋が動いたらちょっと考えるわ。いやー苦しいぞ。今までの賞金王で一番苦しいんじゃないこれ。いくら炭の上でもこれはないぞ。離れは出ないね。いやー6コースでなんとかできるとは思ってないやろ、さすがに。いったいったいった、きた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 。まだ可能性残されていた。見てこれ、80だぞこれ。今垣さんだけがダッシュ、さすがとしか言いようがないぞ。ただこれ5がダッシュに引いてるっていうことによって、俺も引けば5稼働取れるかもしれないっていう思考が全員に働いてるよ、5号艇以外に。ってなった時に誰か絶対引くやつが出てくる。このお越しだったら5稼働取れればもうまくり確定みたいなもんだからさ。やばいよ。これはもう進入決め打ちで勝負するわ。さあ今10分前、めちゃくちゃ調光して、まず進入を3パターン想定した。まず展示の映像をもう一回見てほしいんですけども、6のゴリゴリの前付けに対して真っ先に反応してるのが桐生純平選手なんですよ。で菊池選手は、おお、お前入んの、それだったら入るよみたいな感じで無理やりへさきをねじ込んで、深谷選手は間に合わなかった。で桐生選手は過去に何度も前付けに抵抗してるレースも見てきてるので、だからここ5割5割ぐらいだと思う、抵抗するか抵抗しないか。桐生選手がもし引くという選択をした場合は162345になると思ってる。桐生選手が抵抗した場合は146-235か1246-35。
なので僕は3号艇の深谷選手は確実に引いてくれるんじゃないかっていう展開に決め打ちをして、進入はまあこの3パターンでいこうかなと思ってます。まずじゃあ162345と146235になった場合は、菊池選手が攻める展開になる、まあうちは絶対 80m ぐらいになるんで、で土屋選手は昨日3コースから角のバス島選手に余裕で絞られてるんですよ。絶対にこれ稼働受けになれないってなったら、菊池選手が攻めてその隣の深谷選手が刺してくる展開、ニア玉は3号艇を2、3着につけようと思ってます。であとは1246のダッシュ3号になった場合は、正直深谷選手船足は評価してないけど、1246の起こしが 80m になった場合はさすがにいけるんじゃないかというところで3553、だから深谷選手を軸で信頼すればニア玉も3頭も5頭も拾えるっていうところなんで、あとは侵入次第や。行ってくるわ。大丈夫だ。多分無理やろ。格好つけてる時間なかったわ。悪い。行ってください。はい、じゃあ購入しました。これは大丈夫。絶対に侵入読み切ってしとめます。ということで、さっき伝えた通り3パターン想定ですね。上の2つの進入だった場合は、菊池選手が攻めて深谷選手がついてくる展開、2、3、1、4、5、これ大本線で2がまくって3が刺す3、2、1、4、5、土屋選手の3着はちょっとだけ怖いんで線だけ押さえる。あとは1、4、6、2、3、5になった場合、2、5っていうのもあると思うんですよ。ただここは3だけ。最後に一番下の進入になった場合の3、5、5、3の1、2、4と3、1、5、こっちは押さえ、はい、これできました。なんで深谷選手軸大信頼、これでぶちかまします。大丈夫、これはめちゃくちゃ自信ある。よし、進入で全部決まるからね。一番の理想は菊池選手の3コースか4稼働、土屋マジでゴリゴリで2コース取りいけ、バナル飛ばないよ。 OK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  抵抗する姿勢からゴリゴリ行かせろ、やらかせ。80上等で無理やり行け。来た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 、ほら来た、162だ、決まった、 OK、 完璧、これはもらったろ。いや深谷頼む、深谷さえついてきて当たんだよこれ、絶対スタート決めてついてこい深谷、深谷綺麗に覗かれんなよ。深谷ついてこいよ、深谷、深谷、いや待って、やり合うのそこ、いやー菊池まくり出しは無理や、なんで握り切らんの、いやー切るな、いやマジでそれでまくり切れねえのはもう無理だ、いやー無理だ、魔の水面すぎる、あの起こしで逃げられたのも何もできねえわ。いやーまくり出す選択かよ、無理だ、撤退撤退しましょう、撤退しよう、これ見てよこれ、これはもうこのお方を褒めるしかないよ、ヤバすぎるって何なんだよ、勝負強すぎだろ、ダッシュが情けねえのもあるけどな、そうっすね、まあでも17号機のポテンシャルがここで生きてきたか、クソ伸びとるやんけ。また明日からトライアルセカンド組が入ってくるしさ、なんとか明日から逆転できるように頑張るわ。はい、おはようございます。ということで3日目を迎えました。一発回収率 1000% 取ってもトントン、下手したらマイナス収支っていうかなり苦しい状況ではあるんですけども、2本取ってバック勝ちに持っていけるように頑張りたいと思います。で今時刻1レースがちょうど終わったところぐらいかな。今日の勝負候補なんですけども、後半なので中で身を潜めて勝負していきたいと思います。じゃあ行こう、岸、今日やるわ、お願いします、任して、はい、はい、ということで
さっき後半から入るって伝えたんですけども、急遽ここ入るわ、4レースで絞って回収率叩きに行くんで、今のオッズだったら全然狙えるんで、ちょっと勝負していきます。いやー絞れんじゃん、絞れ、締めろ、よしよし、いった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 。ただこれまくりきっちゃうはないわ、それはやばい、まずい、まずい、まくりきったわ、いやまくりきったわ、いやー荒れてんのにな。はい、ということで急遽入ったレース外して今4時、5、6、7見送って、8レースに関しては結構自信あるんで、ここで穴仕留めて逆転したいと思います。それまでちょっと休憩、中で温まります。はい、ということで8レースの展示が今から始まります。で、ここはめちゃくちゃ自信あります。ここで無理だったら俺もう無理だ、本当にポキッといくわ、さすがにもう先に狙い目いっちゃうわ俺、はい。まず1号艇の寺田選手、直近1年間の印象率 60% ジャスト、めちゃくちゃ低いっていうところと、コース別平均コンマ15、船足も中堅クラスだと思っているんで、ここ崩れる可能性があるっていうところと、昨日も4型から狙った3号艇の島村選手、昨日もまくり切れなかったんだけども、スリット後やっぱ若干出てるんですよ。ってなった時にここね、3コースから攻める展開俺はあると思ってるんで、島村選手って本当にまくり出しだけじゃなくて付け前も絞りまくりもいける自在タイプなんですよ。なのでここの攻め展開を狙う予定です。3-1とかが売れるようだったらもうまくり展開に張っても面白い。いやー、ここだけは本当にお願い、運逃げしなかったら絶対捉える、それぐらいの勝負になるな。ここは進入はワンベルの3対3、インコースから1番から3番、4番、5番、6番、よし、温存した、よし、温存した、判定しに送る、完璧だ、これで売れることもない、いきます。はい、では購入しました。ここはかなり自信あるんで、運命のレースだと思ってる。島村選手が攻めていく展開に張ったんですけども、展示タイムが出ちゃったので、まくり出し展開の 3-1 っていうのがオッズがめちゃくちゃ落ちてったんですよ。 3-1 を切ってまくり展開に張りました。で、まず絞りまくりいった場合 3-4、 そして足がいい坪井選手の2着3-6で、付け前に行ったパターンは3-2、3-5になるので、資金配分これでぶちかましたいと思います。島村ここマジで頼む、付け前でお願いしたい、それが絞りまくり、いけ、トップ、しっかり起こして、しっかり、しっかりいって、悪くないぞ、付け前だな、まくり出しはダメよ、付け前行け、付け前行け、いやー張っていかれた、サッサシか、マジか、寺翔に張っていかれたわ、いやー墨の絵か、決まらねえんかそれ。いやーダメだ、張られたわ、墨の絵差しか、入ったこれ、仕方ない、切り替えて次も勝負レースなんで、次でも仕留めるしかない。外枠大信頼、行き足がいい篠崎選手がまくり差しで捉えて5146、1246、追加購入は5141146。重成ダメだ、揃った、あーアジャストか、逃げだわ、言葉も出ないわ、言葉も出ねえ、何も出ねえ、何なんだこれは。10は絶対見送りで、12も絶対見送り、正直勝負度はそんな高くないんだけども、まあ、あと後半3本で、
まあ唯一荒れる可能性あると思ってるのが一応11レースで、とりあえずちょっと11レースの展示前に待機しよう。あとはトライアルってもう侵入で動くかもしれないんで、中行こう。中島康平だけ短期引いてるね。3番、5番、6番、4番です。あ、展示では伸びる感じないし揃ってるね。ただ昨日も展示通りに行かんかったからね。ちょっとここ考えるわ。はい、ということで今締め切り20分前、まだ時間あるんだけど、昨日の土屋選手と違うところで言うと、結構今垣選手って4コーススローとか5コーススローでも納得するタイプの選手なんですよ。だから普段の今垣選手だったら俺はこのレースはちょっと厳しいと思うんだけども、グランプリということを考えたら本番もっと強気に来る確率もなくはないんだよね。でもさっきからずっと言ってるけど、17号機の中島康平の伸び足がめちゃくちゃいいと思ってるからさ、1236のダッシュ4号とかになった時の今4号とか4なんちゃら5ってめちゃくちゃついてるからさ、小学でも入っても特大まで狙えるから面白いかなっていうところと、ただ今垣選手が昨日の土屋選手みたいにゴリゴリに行った時は1-6-2-3-4-5とかもあるからさ、そこをどう進入読むかっていうところだよね。で、中島選手は短期でも正直絞る展開には持ち込めるぐらいの足はあるんだよ。ただ届くかどうかっていうのは半信半疑。もうちょい時間あるから考えていくわ。進入この3パターン想定。今垣選手がゴリゴリ前付けに行った場合は1-6-2-3-4-5、今垣選手が展示通り落とし気味に行った場合は平本選手のみが引いて1-2-3-6の4号か、展示通りの短期の中島選手で、まずこの上の進入になった場合、昨日同様めちゃくちゃ深いんで、インの馬場選手は昨日の中島選手と伸び返す足もないってなったら、貝原選手まくり決めての隣の池田選手がついてきての 2-3-3-2、追加購入が中島選手で、あとはこの4号ダッシュか4の短期、やはり昨日の伸び足も見てめちゃくちゃ出てると思ったんで4の角まくり、6は切ってます。で、資金配分、これでおそらく最後の勝負になると思います。これで決めます。はい、一番理想なのは1-6-2-3-4-5。そのためにはガッキーがある程度強気にいってもらわないと、展示通りの感じだと無理だからな。ガッキー強気にいってくれ。爆なりっていうパターンはなしだぞ。そのパターンなしだぞ。ガッキーもうその位置から行くしかねえやろ。無理やり、いや、ボートレース水泳の第38回グランプリは、よし、白本引いた。いやー、え、オールスローダメ。さあ、回り込んでまいりました。いやー、マジだったらダッシュ引かれ、これ引けない、引けるやろ。いやー、オールスローか。引いた、引け引け、長島引け。よし、これならあるけど6引ってんだよ俺。4-2か4-5じゃないと無理。深いぞこれ。17号機でぶち込め。17号機ポテンシャルで絞れ、絞って、6はないよ。いやー、ダメだ。うわうわ、2号大クラッシュ。ババがターンマークに接触したわ。でも多分接触してなくても2-4だわ。2-4は俺持ってねえからさ、そもそも枠なりの展開は予想してないから。そうだね、ターンマーク当たってなかったら2-4-5だね。そこは持ってねえもんな。付け前に意表をつかれたとはいえやっちまったな。買えねえわ、253は。次のトライアル見ようか、はい、このまま。多分枠なりだったらもう見送ると思うけど。見送りや、帰ろう。終わりさ。
はい、お疲れ様でした。ということでまだ12レース発売中なんですけども、もうちょっと勝負できないんで絶対ということで、結果テロップで出しておいてください。約35万マイナス、とんでもない失態を犯しました。前編の動画めちゃくちゃ面白くなくなってしまって申し訳ないですけども、まあこういう時もあるということで、後編に期待して見ていただければいいかなと思います。はい、今回は高評価いりません。次回予告で当たってるか当たってないかをチェックしてみてください。よーしって次回予告で言ってたら、期待して次を見てください。絶対言ってください。よーしって俺外れても言うから。だから次は絶対に見てください。はい、お疲れ様でした。締めろ締めろ締めろ、よしよし、いった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 、絞り切れ、よし絞れ絞れ、いけいけいけ、よし西野ー。